どうも皆さんこんにちはこんばんはナッツですスチールライジング今回は1789年式マグネムオプスマスケットっていう武器の性能と入手方法をご紹介しますこれはアップデ前に公開された画像にあった武器なので多分新武器だと思いますそれでは早速性能から見ていきましょうこちらですね秘術系の武器になります確か強化段階レベル5ぐらいで秘術補正が S まで上がってレベル7ぐらいで S プラスまで上がります 今ご覧いいいただいているののがレベル8時点の性能ですこの武器の長所は遠距離攻撃っていうほどではないんですけど少し離れた敵にも攻撃が当たるところそして特殊技のライトニングストームが自分の周りに電撃を落とすような技なので複数の敵に囲まままれちゃってててる状況でもまとめてダメージを与えていきますあとこの武器はこの後を簡単にご説明するんですが電気消費っていう状態異常みたいなものがついてる武器になるのでそれも長所ですね。 短所としては弱攻撃強攻撃特殊技すべての攻撃に秘術眼薬を消費しますなのでなかなか燃費の悪さも目立ちますね実際に使ってみた感じは火力っていうよりも状態異常特化っていう感じ燃費があんまり良くないので道中の攻略で常にメイン武器として使うっていうよりもサブ武器として装備しておいて強敵と戦う時にこの武器で状態異常を付与して別の火力の出しやすい武器に切り替えて戦うっていうのが使いやすいと思います この武器で付与できる電気消費っていうのは状態異常みたいなものでざっくり言うと敵がこの状態異常にかかっている間はいつもよりも少しダメージが多く通りますこちらご覧ください状態異常にかかってない敵に対してこの特殊技が732ダメージ念のため確認でもう一回同じ攻撃します同じですね732ダメージでは電気消費の状態異常にかけていきます この特殊技は通常攻撃とか強攻撃とかよりも結構蓄積量すごいのでおすすめです。さあそれでは電気消費入ったのでさっきと同じ攻撃822ダメージ90ダメージぐらい上がってますね。こういう感じで与えるダメージが少し上がる状態以上になります。それではモーション見ていきましょう。まずは通常攻撃。続いて強攻撃。 ジャンプ通常攻撃。ジャンプ強攻撃。そしてダッシュ攻撃になります。特殊技はさっきと同じものになるんですが、こちらです。それでは入手場所行きましょう。エリアはトゥイルリー。開始地点はこんな感じの場所。ここから進んでいくとこういった場所に着きます。メインミッションで通る場所にはなるんですけど、ここからのルートをご覧ください。 こここですねこの宝箱から入手できますこの武器は秘術外薬の消費が激しかったり武器自体の火力はそんなに高くなかったり多少欠点もあるんですけど複数の敵に対応できて電気消費の状態以上も入るので特にボス戦とかでサブ武器として結構役立つと思います秘術にしか補正が乗らないので結構ガッツリ秘術上げていく必要はあるんですけど秘術系の強化モジュールとかと合わせて使うと結構強いんじゃないでしょうかよかったら試してみてください はい。ということで、今回は1789年式マグネモプスマスケットをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうかよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして、概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもぜひお願いします。それではまた。バイバイ。